大鳥居と、社名表国道346号に面して立つ、黄金鳥居と、社名表。本殿本殿背後にある2本の杉は御神木。黄金山の神社は、宮城県東田郡枠谷町小金狭間に鎮座する神社。日本で初めて金を算出した場所である。演起式神明町の、道の区国小田郡黄金山の神社に否定される。旧社格は、県社。 主祭神は、高山の神の金山彦神で、現在は商売繁盛の神として信仰されている。当地では、金が発見される前から神が祀られており、織田軍の神実株神縁が、参勤当時の官主であった。参勤前の名は、黄金山でなかったはずだが、不明である。740年代、平城系で、聖武天皇が、 大仏塗り金のための黄金を絶望していた。当時、日本国内では、金は取れないとされ、すべて輸入に頼っていた。まさにその時、道の区国主、くだらの小二騎士高志福が、館内の織田軍で産出した黄金九百両を貢ぎのぼした。天平を十一年四月二十二日のことであった。 900両もの砂金を収集し、奈良の戸まで運ぶためには1年から2年の歳月が必要であり、実際に砂金が発見されたのは747年頃と考えられる。この黄金発見によって、東大時代物は無事完成し、織田軍は永年、道の区国は3年間免税とされた。参金関係者に位が授けられた時、草壁深淵は、 外小祖以下に除された。これよりあと、天平神五年間までに、現在の黄金山の神社の場所に、河原吹きの仏像が作られた。神社は、黄金山の神社と名を改め、演儀式に、小座として記載された。中世の黄金山の神社の様相は不明である。江戸時代に、地元では初めて黄金が出たところと言い伝えていた。拝殿のみで、社殿はなく、 黄金山を身体として拝んでいた。拝殿は奈良時代の仏道の礎石を流用して建てられていた。江戸時代の後期1790年頃までは年々祭祀が行われていたが次第に依らんで後輩の層を見せつつあった。しかし江戸時代には天平の山金地を押鹿郡の金華山とするのが通説でその地の金華山黄金山の神社が信仰を集めていた。 これに対して、江戸時代後期の国学者沖安海は、織田軍黄金山の神社の古い祖先と付近に散乱する古河原に注目した。文化7年の、道の区国織田軍黄金山の神社港で、金の産出に由来する神社は、東田軍枠谷村の黄金山の神社であると唱えた。沖は、神社が荒れているのを残念に思い、天保6年に新たに社殿を建てた。 明治31年には、大月文彦が、道の区黒東田群を田群遠隔港で、沖安海の説を発展させた。昭和32年、東北大学による発掘調査で、奈良時代の建築物跡と屋根瓦が検出され、また、地質調査によっても枠屋町の土質に、純度の高い良質の砂金が含有されることが、判明したことから、 小田軍の参勤地が当地であることが確実になった。昭和34年、付近一帯が参勤遺跡として県指定の史跡となり、昭和42年には黄金山参勤遺跡として国の史跡に指定された。明治5年5月、県社に列せられた。明治42年に現在の社殿が建てられた。ありがとうございます。